それではブリーダーズゴールドジュニアカップ、失礼しました、角川秀樹調教師にお話をお伺いします。おめでとうございます。どうもありがとうございます。逃げ切りという形になりました。最後まちょっと迫られましたけれども、はい、ゴール前ドキドキされたんじゃないかなと思うんですが。そうですね、よくあのしのいでくれたと思います。レースの、まあ、あの逃げるというのは最初から角川先生の方から指示されてたというふうに。そうですね、あの枠順も枠順だったし、今までがねどのレースもあの逃げて勝ってたんで、まあ、あのスタートさえうまく切れれば、あの多少無理してでもあの行ってもらえんかっていう指示はしました。まあ、最後、ね、なんとか後続は迫ってきましたが、しのいでたんですけれども、はい、どのあたり、まあ、結構ギリギリまでドキドキしたんじゃないかなと思いますが。そうですね、今でもドキドキしてこの馬の、まあ、この後ですね、まあ、一応札幌行く権利はこれで取れた形にはなるんですけれども、はいはい、どうお考えでしょうか。そうですね、あのみんなも見てて分かるように、あのあれだけゲートが悪かったんで、ちょっと札幌の方は遠慮しないかしないとなんないかなと思ってます。そしてもう一つ、角川先生自体、はい、これのレースでなんと重賞で1400勝達成ということになりますが、はい、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、偶然とはいえ本当にあのついてますね。まあ、あの今年は重賞も勝ちくらい伸ばされてますし、はい、こうやってこの重賞でメモリアルを達成されるというあたり、流れはやっぱり今来てるんじゃないかなと思うんですが、どうですか。気持ちいいですね。気持ちいいですか、はい、ではですね、最後にご覧の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。今日はどうもあの応援どうもありがとうございます。あのどうにかこうにかあの逃げ切ってくれたんで、今は本当にホッとしてます。あのこれからもブライトフラッグ応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、ブライトフラッグ号でブリーダーズゴールドジュニアカップ、そして1400勝達成、角川秀樹調教師でした。おめでとうございました。ありがとうございました。